FMIG トラフィック。お伝えします。高速道路の状況です。伊勢湾岸道が車の火災のため通行止めになっています。伊勢湾岸道は豊田南インターと豊田ジャンクションの間が大型トラックの火災のため上下線とも通行止めです。上り線は豊田南インター付近で、下り線は豊田ジャンクション付近でそれぞれ1キロ渋滞しています。中央道は長野県方面からの下り線が田尻インター付近に大型トラックが故障して止まっているため走行車線が規制されていて3キロの渋滞です。名神高速は名古屋方面に向かう上り線が一宮インターで4キロの渋滞、接続する東海北陸道は上り線が一宮ジャンクションで2キロ渋滞しています。東名高速の大阪方面に向かう下り線は名古屋インターで2キロ半の渋滞です。一般道路の状況です。愛知県あま市の県道名古屋地目次線は茅津橋付近で東西両方向とも渋滞しています。岐阜県の県道多治見八尾津線は多治見市の住吉町5丁目交差点と住吉町2丁目の間が事故のため両方向とも通行止めです。愛知県の名古屋瀬戸道路は日進ジャンクションの一部が工事のため今夜利用できなくなります。東名高速の上り線から名古屋瀬戸道路へ向かう日進ジャンクションは工事のため今夜8時から明日の朝6時まで通行できなくなります。 FMI トラフィック日本道路交通情報センターの後藤でした。